左回りで電車側で3回回転が停止します。この都度遅れ体重を切りの規定で回します。寝てる体重棒が皆様の正面に止まればラッキーですね。お次は先ほどで撮影をお試しください。お忙しい中、寝せる体重棒をご覧いただきありがとうございました。